ニューブランズウィーク州の地方行政区の一覧。カナダのニューブランズウィーク州はかつて、軍の下に市町村という二段階構造になっていたが、1966年に軍政が廃止され、現在は州の下に市町村が設定されている。そのため、現在では、軍は地理的区分のためだけに便宜上使用されている。ただし、小規模の町村をまとめて、 広域の行政サービスを行う地方行政サービス地区も合わせて設定されている。また市町村区分とは別に、セントジョンを除くすべての地域は伝統的な小教区に属するが市町村や軍区分とは異なる。ここではまず軍について述べる。ニューブランズウィーク州の地図、軍境は、点線。軍名は大文字で表示されている。1966年までは、 州内の二層構造の地方自治体区分の最上位に位置した軍であったが、1966年の機械均等法導入により、軍政が解体された。教育、ヘルスケアなどの行政サービスは、州の管轄となり、現在の軍区分は、行政サービスを伴わない、単なる地理的故障のみを残すものとなった。ただし地図にも表示されている場合が多い。軍の下には、 市町村などの基礎自治体区分がある。ありがとうございます。